<ペー>ティーチャーズシフトをお聞きの皆さんこんにちは玉川大学工学部の小坂井です先生の学校の三原奈直ですさて今年も残すところわずかですが2020年は教育関係者にとって非常に大きな年になりましたねはい世の中が一変したと言ってもいいくらいの激動の一年でした今週は2020年のそんなこんなをパーソナリティの皆さん一緒に振り返りたいと思います 個人的にも大変楽しみにしておりましたいろいろお話を伺っていきたいと思います教育現場の ICT 活用と先生の働き方改革を応援するティーチャーズシフト今週は年忘れスペシャルとしまして4名のパーソナリティによる座談会形式でお届けいたします パーソナリティの皆さん本日はよよろろししししくくおお願願いいまますす今回は「年忘れ座談会」ということですがまずは自己紹介を兼ねまして2020年一番嬉しかったことをそれぞれ発表していただけないでしょうか。はい聖徳学園中学高等学校の品田です。 えー、私が一番嬉しかったことはですね本当に個人的なことになるんですけれどもえっ、ー、とスティームの授業を担当してるんですが美術の先生とですねペアで授業をあの完全に持てるようになったっていうのが一番嬉しかったなと思ってますえー、情報通信総合研究所の平井ですえー、今日年忘れ座談会ということなんですけども本当に今年の1年間っていうのは忘れることのできない1年間だったんじゃないかなと思いますで、何が一番嬉しかったかというと これまで日本の教育界社会も含めてなんだけど変変ええたたたくてしょうがががなかっこことと一気に変えることができた国も例えば働き方改革と言ってたけど全然やらなかったテレワークですね一気に進みましたよね学校もあのコンピューター一人一台なんて無理だよねって言ってたのが一気に進みましたで中の人たちも大きくあのマインドセットができた変わるそんな一年になったことが一番嬉しいです。 ありがとうございます。改めましてあの先生の学校の三原です。え私はですね、ほぼ毎週先生方と一緒にオンラインのイベントをやらせていただいているんですけれども、うん、でそこで学びを深めさせていただいているんですけれども、まあ、日本中、世界中の先生方と一気につながり合いながら学ぶことができるようになったということが一番嬉しかったことかなと思っています。小坂井先生はいかがですか私はそうですね。私自身も全く平井さんと似たようなところがあって、 もう大学ってなかなか変えることができないんですけど、うん、こういやおなく変わらなきゃって思っていただけたことがその本学が新しい戦略に手を出してそれを推進できた原動力になったのでこちら側としてはもうポジティブに捉えようなんて思いましたそうですよねあのコロナのピンチがチャンスっていう言葉はよく言いますけど、うん、まさにそんな一年だったんじゃないでしょうか。 あの公立の学校現場とかはあのどうなんですかね行かれたりとかお話を聞かれる中であの、まあ、コロナの状況で結構こうなんてうんですかね二分したかなというところもありましてすごくこうすぐに対応できて子どもたちの学びを止めなかったりとかいろいろ工夫して進んだところとなんかこう指示だけ待ってしまって動けずになんかずっとまあ紙を続けてしまうとかっていうのもあると思うんですけどそういったところはうちなんかはもうほに次男が公立の小学校だったので。うん 下駄箱に教材を取りに行って下駄箱にやった宿題を持っていくみたいなことをやってたのでああそれに比べるとなんか自分の学校はそんなの一切ないわけじゃないですか、うん、だからそこら辺の違いっていうのはすごくそこで差がついちゃったなっていうふうに思いますし、うん、保護者の方もやっぱり学校を見る見方が変わってきたのかな、うん、今まではなんか偏差値がどうとかね,そう,ねそういうところでやってましたけれどもそういった事態になった時にどういう対応してくれるのかなっていうのを見てくれるようになったっていうのは、うん、まあ 公立にとってはちょっとピンチかもしれないんですけど我々私学にとってはかなりチャンスかなというふうに感じましたね私学はやっぱり公立との差別化という点ではね、うん、公立にできないことをやってきたっていうのが、うん、あの生徒募集の意味でも大きな意味があったのかなと思うしただあの公立もやはり差が広がったなっていう、うん、今ずっと止まっている自治体、うん、学校と先に向かって走り出したところとのこの差がどんどん広がってるんじゃないかなっていうのは。 すすごく気になっています、うん、2020年といえば、まあ、おっしゃる通りですね一斉休校とギガスクールの話題は避けて通れないところだと思うんですけれども、うん、まあおかげでよくなななったた変われとと感じるところとかかありますか、うん、あの,この一斉休校とギガスクールって、まあ、ほとんど重なってる、まあ、コロナも含めていろんなことが重なってると思うんですけどもあの一斉休校の時に ズームの等のね、うん、あのオンラインの授業やれたのは5パーセントって言われてますよね。うん、それも含めて、えー、多分一方通行かもしれないけど配信型のオンデマンドのやつなんかがやったところがだ、はいたい25から30ぐらい、まあそういったものをやってきたのかな。うん、残りは紙ですよね。うん、私はあの学習者依存型の <laughs> <laughs> 紙,紙ベース学習と言ってるんですけども、うん、本当に学習者に依存するしかなかったっていうところ。その中でやってきたところは。うん 得たたものはすすごく大きかったんですよ、うん、例えばのよく自治体なんかが一生懸命先生方の動画教材作ったところ、はい、あんまり役には立たなかったのかなと思ってるんですけども、うん、先生方のリテラシーだけはむちゃくちゃ上がりました、ねうん、確実にあれはよくなりましたね、うん、最初の頃は聞くに耐えないようなやつがだん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 良くなっていくんですよ。教材研究が自然ななされたのかというのがよかったしあの一方通行のオンラインの授業か、うん、これなんかも大学なんかも変わったんじゃないんですか うんはい、あのもう大学なんかだとこう情報システムはちゃんとあって配信っていったようなこととかはもともとできるような地盤はあったんですけどあの私は紙デバンド事業って言ってるんですけど、うん、紙をダウンロードしてもらうだけの、うん、そういう投げやりなところといったようなところから一歩進んで、まあ、自分で喋って動画を収録するって人が一気に増えたっていったものは、うん、なんか私自身もですねこうなんていうのかなこう広めやすかったっていったところもあったので。 まあ本当ににここに来て助かったないいうふうふ思いますだけどまあ選べるのが先生のいいところでもあるなというところが残したかったので、うん、あのそういう紙を配布して実習して提出するっていうものもある程度最初は許容しますよっていう態度でやるのが重要だったなっていうふうには今となっては感じているところですね。うんまあ、うちなんかはですね、まあ、Zoom とかも使える環境にはあったんですけれど。うん あのズームばっかりやっぱり6コマとかっていうのはきついので,で、ねうん、ガイドラインをちゃんと作って、うん、同期型と非同期型をこう組み合わせた形で、うん、ある程度こうテンプレートじゃないですけど作ってそういう形でやってもらおうっていうふうにやったんですけれど、うん、やっぱり分かりやすいのってこうズームの同期型の授業なので何かこうズームで何,何コマやりましたとか動画を何百本何千本作りましたとか、うん、それで何かこうやってますみたいなのが、うん、まあ 評価になってしまうみたいなところっていうのはちょっと今後のことを考えると危ないなっていうような、うん、あの気もしていますね。はい、でもそれだとね、やっぱり教室の一律の授業がそのままオンラインになっただけじゃないですか。うんうん、あの活用が進んでるところをよく見てると、例えばうん知識理解の部分だったらオンデマンドの教材、うん、でオッケーだよね。うんうん、それから技能面だったらドリルがいいよね。うん、じゃあね、ズーム型の同期型の授業何ができる いうとやはりあの探求型の学びこれをやってきたんんじゃなないかなと思うんですよ5分10分説明したらば子どもたちにあとは委ねて子どもたちが探究をやって最後それを先生に送ってまとめるという形の授業が成立して多様な学びというのがねその学ぶ内容によって学び方が変わってくるという多様性が見えたのかなっていうのが これは一つの財産だったかなと思いますそうですねそこら辺は先生方がこう体験できたっていうのもありますし、うん、あと一番大きなやっぱり生徒がそれを実感してしまったので、うん、のこれからやっぱり先生方に生徒の方が「先生この形でいいんですか?」と「これを学ぶんだったらこういう方がいいですよね」とか「せっかく教室にみんな集まってるんだったら え、これでいいんですかもっとこういう形で学んだ方がいいんじゃないですかっていうのを言えるようになったっていうのはすごくまあ大きいのかなと思いますよね、うんうん、そこにあの休業中に気づけた学校と従来型の紙だけプリント配った学校との差っていうのはこれが広がるっていうのが一番困ることなんですよね,うすね、うん、ここどうやって積めなきゃなんなかっていうのがこれ来年度に向けた課題かなと思いますうい、ねうん、学校に通えるようになっちゃったので、うん やっぱりどうしてもこう揺り戻しじゃないですけどす、ね、元の形に戻したいみたいなのがすごくこう、うん、大きい学校と、まあ、元には戻ったんだけれどもやっぱりこうオンラインの良さとか、うん、いろんな形の学びができるなっていうのも分かったので、うん、じゃあここからハイブリッドでよりこう変えていきましょうっていうふうに思えたところの幅がすごく広がっちゃいましたよね。うん、そうですねあの臨時時休業のののやつはあれ緊急事態のオンンラインだから、うん でこれからは日常的なオンンラインに変わっていくんだろうな、うん、じゃあその時にやはり休業中の学びとリンクする部分もあってやっぱドリルの方が有効な場面もある、うん、オンデマンダの教材の方が有効な場面もあるとなってくるとその2つってどこでもいいんですよね。うん、家庭でやっってても大丈夫じゃ学学校の学びって何なんだっていうことを改めて考えるきっかけになるんじゃないかなと思います。うんうん 教育関係者の皆さんにとっては本当に大変な1年だったと思うんですけれども2020年を終ええるににあたたたたっってて現場でで頑張ってきた先生たちに一番伝いいことはは何でしょうか、はいえー、やはり先生方もですねあの本当に予想もしてなかった事態ではあったんですけれどすごくたくさんのことが本当に学べたと思いますし生徒もそれでいい経験ができたと思うので本当に先生と生徒がこれからの学びってどうなんでしょうとか 教室でみんなが集まってわざわざやることって何なんだろうとか、そういったことを本当になんかこうお互い話し合えるような環境になってきたので、その機会をやっぱりしっかりですね生かしてほしいなというふうに思います。うん、まさにそこですよね。あの休業中の経験っていうのは絶対生きると思うんですよ。それがたとえ紙のプリントを配った学校も、うん、あれが役に立たらなかった。 ということを分かったわけですよねうん、うん、他のところを見て情報が入ってきて何が有効か見えてきた、うん、ではこれからどうするんだってことを考えるきっかけそしてまだギガスクールで公立の場合には全ての学校にデバイスが整っているわけではないんですよね、うん、これから3月にかけて完全に整ってきた、うん、さあ整ってきたところで来年どうするんだっていうことをこれから考え来年こそが本当の本番。そううですね、うんうん ギガで整備するそのポストギガなんですよ。よ、うん、次のステージを考えるもう来年は本当にワクワクしながら迎えたいなと思っています。あの先生の学校ではあの全国の小中高の先生方を取材させていただいているんですけれどもその中で静岡のあの私立の学校のえ七十三歳の美術の先生が今回のコロナのきっかけで初めてアイパッドを触って写真を撮ってみたりとかする中で。うん この今までアナログにやってたやり方を ICT に変えるだけで学びが膨らむんじゃないかみたいな成功体験を積み重ねて最終的には若い先生のいい刺激になったっていう事例もあの取材させていただいてそういう,こう先生方のリテラシーが上がる良いタイミングにもなったと思っているのでこういう事例をですねあのまだ取り組めてないそれこそ紙であの全て終えてしまったところも是非あの初めの一歩との参考としてしてもらえたらなと思っています。 あの教職課程の授業をやってるんですけどやはりあのこれまでで通りの授業をを想定ししてて先生を目指いいた方がすすごく多いんですよで改めて来年度から先生になっちゃうってことは1年遅れでそれをやっていかなきゃいけないというところで結構今正念場で頑張って教えてるんですけどその今三原さんがおっしゃったようなこのご高齢の方が 頑張っていろんな気づくを得て、うん、でみんなの刺激になるっていったようなこととかは、うん、若い人に伝えたいなっていうふうに本当に思うところなんですよね今そのご高齢の話が出ましたけれども、はい ベテランの先生で、うん、授業力のある先生が、I. C. T. を使うと、鬼に金棒なんです、ねはい。そうですよね。そう思います。そうなんですよ。あの余計な使い方しないから。はい <laughs>、うん。あと。本当にポイントやった使い方してくれるんですよ。使うことは目的でなくてね。その人たちの知見を生かしてほしいし。うん、校長先生たちだって、ずっと授業をやってきた授業のベテランなんですよね。うんうん その方たちがその気になってくれると若い先生がサポートしてくれると、ねうん、若い先生たちがちょっと間違った使い方を使うことを目的になっちゃうような使い方をした時に気づいてくれるんですあの校長先生たちは違和感を感じるんですその違和感を信じてください自分の今までの経験を信じてくださいって言ってるんですそういったものがねだって学校が組織として動くことがこれからのギガを成功させて日本の教育を変えるきっかけになるかなというふうに思います、うん はいといったところでそろそろお時間になってしまいましたティーチャーズシフト新しい学びと先生の働き方改革今週は年忘れスペシャルとしてパーソナリティ4人による座談会形式でお届けいたしました皆様貴重なお話をありがとうございましたありがとうございました GT 田中プレゼンツスマート ICT3 回目となる今回はプレゼンテーションのニューノーマルコメントスクリーンについてご紹介いたしますプレゼンターの皆様が会場の皆様の声をもっと聞きたい反応を随時知ることができればいいのになそんなお声をお寄せいただくことが多くなってきました特にオンラインでのイベントであればチャットボックスを見ながらプレゼンテーションをすると まあそういった会場の雰囲気を察知しながら話を進めることができるのですが、やはり喋りながらコメントを見るというのは大変な作業になりますよね。そんなご経験をなさった先生方や皆様がきっといらっしゃるのではないでしょうか。さて、こちらのコメントスクリーンはインターネット上で無料で使えるアプリケーションになっています。事前にアプリケーションをダウンロードしインストールをすると、 コメントスクリーン画面上に会場の皆様からの、まあ、コメントや反応スタンプが出てくるような設定が可能になっているものです QR コードを画面の上に表示しておき画面共有をするとオンラインイベントでも画面の前のオーディエンスの皆様が QR コードを読み込み即座にスタンプが押せたり反応ができる画面に飛びますこれを表示しながらプレゼンターが会場でスクリーンに映し出すあるいは オます。で特にですねこれが使えるポイントとしてう、まあ、嬉しいところがオンラインイベントまあプレゼンテーションの機会だけではなくて公開授業で例えば保護者の方々からの声をいただくあるいは学校説明会の現場で、まあ、説明を聞いてはいるんだけれどもちょっとわからないなと。 質問ブースに行くまで時間もあるしなというような、まあ、保護者様、受験生の保護者様に、まあ、コメントスクリーンでコメントをいただくこともできます。また遠隔会議で、まあ、レジュメに沿って話が進んでいくときにでもちょっとここは待ってというときに話を遮ることなく展開の中でスムースに話を変えてもらえるようなコメントを入れることもできます。YouTube でのライブ配信でも大活躍します。私自身こちらを授業に活用したり 私の仲間の先生が授業で活用されるところを見ていると、どうやらこんな面白い現象が起こったようです。先生方、このような経験はありませんか授業の中で発表する子が、まあ、限られているというような現象は往々にして起こると思います。ではこの質問について、誰か答えられる人手を挙げてごらんという発問をすると、毎回決まった子が手を挙げて、でその子たちの中から指名し答えてもらう。 そんなことはよよくありますよね。しかし授業の中でコメントスクリーンを起動しこちら側が資料を提示するあるいは誰か生徒がプレゼンテーションをするその最中にもちろん発表する子はいてもいいんですけれどもコメントで発言したいそんな生徒さんは実は多いっていうことが分かってきました普段手を挙げてまでわざわざ発表はしなくともこのコメントスクリーンだと簡単にタイプすることで反応を送ることができますし スタンプでこの話について盛り上がっているのかあるいはちょっと疑問に思っているのかそんなことを簡単にまあ意思表示することができるんですよねおそらく多くの先生方にこれが果たして学びに何につながるんだというようなお声をいただくこともあるんですけれどもやっていただければわかります。もう子どもたちはすぐにこれに順応することができますしこれは大人の皆様であっても「あこれはいいな」と「面白いな」あ「あインタラクティブになるな」ということを体験していただけるはずです。 画面上にもうご覧いただけているように会場に上がってきたコメントは記録として残っていきますいわゆるチャットボックスと同じような機能がこれにもついておりますのでコメントが流れていってしまってさっきの質問何だったかなということも心配する必要はありません本日は「プレゼンテーションのニューノーマル」ということでコメントスクリーンをご紹介いたしましたぜひこのアプリケーションを使って皆様と一緒にインタラクティブなプレゼンテーションを楽しむ文化を作っていけたらなというふうに思っています

Creativity is not an outcome. Creativity is a process that starts when you make a choice to embrace the unexpected and to be undeterred by failure. It's a choice to believe in yourself, your ideas, and your perspective. There is creativity inside all of us, and unlocking it starts with a choice to make the leap.